ある日、俺が遅くまで仕事をしていると困った人物がやってきた。だから、低学歴のお前に会社の一大事の案件を任せるわけにはいかないんだよ。どういうことです？もうお前は不要だってこと。今印刷した資料を置いて、もう帰れ。明日は来なくていいからな。それじゃあ商談はどうするんですか？俺がきっちり対応してやるさ。ついでに、お前もう明日から会社来なくていいから、溜まった有給消化でもしてろよ。いいか？絶対に会社に来るんじゃねえぞ。そう一方的に罵倒され、無理やり俺が持っていた資料を奪い、部屋を出て行ってしまった。俺の名前は山村健太、25歳。輸入代理店に勤め始めてから3年が経つ。俺の仕事は、日本企業の代理店として国内商品の海外輸出や海外メーカーからの輸入を行っている。輸出入の契約をはじめとする貿易に関わる全般の業務を行うため、毎日目の回る忙しさだ。入社当初は右も左もわからない状況で失敗もたくさんしたが、今では仕事にも慣れて、徐々に責任のある仕事を任せてもらえるようになった。俺は、昔から海外とつながりのある仕事をしたいという憧れを抱いてこの会社に入社した。学生時代から世界の舞台で活躍したいと夢を見て、マーケティングや語学の勉強も必死でやってきた。いつか、海外商談の仕事を任せてもらえるようになりたいと、毎日目の前の仕事に最大限のパフォーマンスで取り組んでいる。周りの同僚や先輩社員たちはみんな士気が高く、目標にしたい憧れの先輩もたくさんいる。そんな環境に恵まれて俺は幸せに思い、やりがいを持ってのびのびと働いていたのだが、とある日の出社直後のこと、耳をつんざくような大声が部署中に響き渡った。おい山村、今日の午後予定してる A 社との契約書、ちゃんとできてんだろうな。 A 社の契約書？何すっとぼけた顔してんだ。そんな指示は聞いていませんけど。ふざけんな、昨日メール送っただろ。メール？朝、突然怒鳴りつけられた俺は慌ててメールを確認する。すると送信時間は昨日の夜11時過ぎ。しかも事務員の藤村さん宛てのメールの CC に俺が入れられていた。このメール、事務の藤村さん宛てのメールになっていますが、お前は本当に仕事ができねえな。藤村さんは今日年休だろ？なら今日締めの契約書の対応はグループの中で対応すんだよ。 CC まできっちり目通しておけ、この間抜けが。すみません、あと1時間だけ待ってやる。最優先で俺に持ってこい。わかったな。はい。俺は納得はできなかったが、しぶしぶと返事をした。グループは10人いるが、みんな自分の業務に追われている。メールも1日200件は裁かないといけないのだが、嫌がらせのように深夜に送りつけてきた CC のメールなど朝一で確認できるわけがない。お客様もあることで、至急の要件であれば電話連絡がセオリーだと思うのだが、俺は大きくため息をついた。俺には最近頭を悩ませていることが一つだけある。今回のように俺の何が気に入らないのかわからないが、ことあるごとに俺に対してだけ小言や因縁をつけて絡んでくる人物がいるからだ。それは直属の上司の和田健だった。和田さんは俺の所属する部署の課長で、現在35歳。うちの会社のラグビー部出身の社員で、態度も体も大柄で、ついでに言うと声もでかい。今年課長に昇進し、部下の中でも一番の若手の俺を自分の駒使いかのパシリのように扱ってくるので、最近は辟易としている。今朝も、俺は和田さんに言いつけられた契約書を大急ぎで作成してデータを送付したのだが、和田課長、今朝の契約書のデータ送付しました。たく、仕事が遅いんだよ。次からは言われる前に持ってこい。はい、すみませんでした。なんだ？なんか文句でもあんのか？いえ、何も。ふん、
お前みたいな仕事ができない人間は、俺の言うことに黙って従ってればいいんだよ。はあ。デスクで暇そうにコーヒーをすすりながらふんぞり返っている和田課長に、俺はやりきれない嫌悪感を抱いた。今回のこと以外にも、和田さんからの嫌がらせは止まるところを知らない。資料の記載についてのケアレスミスや、無理なスケジュールの仕事を押し付けられ、一分でも遅れると、おいこら、間違ってるぞ、と、フロア中に響き渡るような声で怒鳴りつけてくる。もっと悪質なのは、嘘のスケジュールを伝えられることだ。重要な会議の時間を、俺にだけ違う時間を伝えて、遅刻させるように仕向けられたこともあった。今では和田課長からの指示や伝達事項は信用せず、スケジュールについて関係部署や同僚に確認することが習慣になってしまった。もちろん周りの社員も和田課長からのお礼への嫌がらせについては承知しているのだが、みんな忙しく誰かのフォローをできる状態ではなく、怒鳴りつけられた後にそっとフォローしてくれる程度だ。周りの社員たちも、和田課長のターゲットが仲裁に入った自分になることを恐れているのだ。そんな状況が半年ほど続き、一向に変わらないどころかひどくなる嫌がらせに疲れ果て、転職が頭をよぎるようになった。海外との仕事ならこの会社に固執しなくてもいいよな。今度は大手の商社の中途採用にチャレンジしてもいいかもな。そんなことを考え始めていた矢先、俺は突然、国際営業部の本部長に呼び出されて、とある大きなプロジェクトを任せられることになった。それは、俺の夢だった大手海外企業との大きな商談の仕事だったのだ。本部長は、俺の仕事ぶりを高く評価してくれているらしく、今回の商談先には俺の力が必要だから、ぜひ頑張ってほしい、期待しているよ、というありがたいお言葉もいただいて、俺は仕事へのモチベーションが復活した。どうせなら、この一大プロジェクトを終えてから転職を考えよう。俺はそう頭に切り替えて商談に向けて着々と準備を始めたのだ。プロジェクトを任されてから1ヶ月、俺は寝る間も惜しんで情報を集め、関連企業や社内の部署との段取りを何度も確認し資料をまとめ上げた。そして商談前日、まとめた資料の最終確認をし終えて、そろそろ帰ろうと PC の電源を落とそうとした時に、背後から大きな足音が聞こえてきた。この足音はきっと和田課長だ。また何か嫌味でも言われるのか？俺は嫌な予感がして胸ポケットの手をやった。おお山村、こんな遅くまで仕事してるなんて、とろすぎるんじゃないのか？今終わったところですので、もう帰ります。ふーん。で、明日の仕事の準備はできたのか？はい。資料は完璧にチェックしましたので、準備は大丈夫です。どれ、俺がチェックしてやるから、会議資料印刷して、よこしな。え？上司の俺がチェックしてやるって言ってんだよ。お前本当に反応からして頭悪いよな。でも、この資料は部長の決裁ももらっているので、もうチェックは不要で。うるせえ！渡せって言ってんのが聞こえねえのかよ。俺は和田課長に恫喝され、しぶしぶ資料を印刷にかけた。その間も和田課長の小言は止まらない。本当になんでこんな大きな仕事がお前に任せられるんだろうな。なんか姑息な手段でも使って本部長にすり寄ったんじゃないだろうな。そんなことはないです。じゃあなんで俺じゃなくて低学歴のお前にこの仕事が任されるんだよ。それはわかりませんが。お前だってずうずうしく仕事受けてんじゃねえよ。上司の顔も立てられないような奴は今後の昇進はないな。そうですか。そうそう。だから、低学歴のお前に会社の一大事の案件を任せるわけにはいかないんだよ。どういうことです？もうお前は不要だってこと。今印刷した資料を置いてもう帰れ。明日は来なくていいからな。それじゃあ、商談はどうするんですか？俺がきっちり対応してやるさ。ついでに、お前はもう明日から会社来なくていいから、溜まった有給消化でもしてろよ。いいか？絶対に会社に来るんじゃねえぞ。そう一方的に罵倒され、
和田さんは無理やり俺が持っていた資料を奪い、部屋を出て行ってしまった。心血を注いだ資料を横取りされ、この商談の実績まで横からかっさわれてしまうのかと思うと悔しい気持ちもしたが、その一方でもうどうでもいいやと開き直った。翌日、俺は和田課長に言われた通りに有給を消化することにして、近場の温泉地まで一人旅に出かけることにした。翌日は朝から駅弁とビールを買い込み、急行列車に乗り込んだ。平日の朝、満員の通勤電車ではなく、指定席の列車の中で車窓の景色を眺めながらビールをぐびっと飲むと、非日常で爽快な気分になった。しばらくお酒を飲みつつ列車の旅を楽しんでいると、水を差すように携帯が鳴った。着信を見ると会社の番号だったのだが、今さら俺に何の用だ、とやさぐれた気分になったので無視をしたのだが、その後も何度も何度も電話がかかってきたため、仕方なく電話に出ることにした。はい、山村です。おい、山村！何をしている？すぐに会社に来い！開口一番に和田の大声で耳の鼓膜が破けそうになった。慌てて携帯を耳から遠ざけた。え？和田課長が昨日は会社に来るなって言ったじゃないですか。記憶喪失ですか？今はそんなことどうでもいいんだ。商談相手がフランス人だなんて聞いてない。資料は全部お渡ししましたけど。く、頼むから早く会社に来てくれ。フランス語がわかる奴が誰もいないんだ。それは大変ですね。文明の利器でも使ったらどうですか？そんなことはとっくにやってる。翻訳アプリを使おうとしたら、専門用語だらけで全然翻訳できないし伝わってないんだ。和田課長はパニックになっており、和田課長の後ろでも本部長や他の社員の慌てる様子と、今日の商談相手のフランス企業の役員たちが激高している声が聞こえてきた。今日の商談相手はフランスの企業の役員たちを招いての大きな仕事だった。そして、商談内容は専門知識がなければ話ができない内容だった。俺は帰国子女でフランス語が堪能だったため、その経歴と仕事ぶりを本部長に見込まれてプロジェクトに抜擢されたというわけだ。俺自身も自分の憧れの仕事だったため快く引き受けた。せっかくの有給消化でこれから温泉なんです。会社に行くのは無理ですから。温泉だと？バカ野郎、すぐに引き返してこい。嫌ですよ。じゃあもう失礼しますよ。俺は一方的に言って電話を切った。電源も切り、その日は温泉を心置きなく楽しむことにしたのだった。翌日、和田課長からではなく、本部長からの電話が入った。本部長は怒り心頭で、何が何でも今日会社に来るようにというお達しがあったためか、せっかくの温泉宿の明日以降の宿泊予定を切り上げることになってしまった。結局、商談は破談となったそうだ。シャンをかけた販路拡大のための一大プロジェクトが大こけして、経営難に陥ることになると聞かされたが、俺の心境としては知ったこっちゃない。俺はしぶしぶと特急列車で自宅へ帰り、スーツに着替えて午後から会社へ向かった。会社に着くと、鬼のような形相の本部長が待ち受けており、速攻で会議室に連れ込まれた。会議室の扉を閉めるや否や、温厚な本部長が顔を真っ赤にして俺を怒鳴りつけてきた。君は自分が何をしているのか分かっているのか？ええ、分かっておりますとも。なぜ昨日君が休んでいるんだ？上司の和田課長に有給を取れと命令されたんですよ。なんだって？ですから、和田課長の指示なんです。バカも休み休み言いなさい！そんな指示を出す上司がどこにいるんだ？信じてくれないんですか？本当のことを正直にお伝えします。俺の主張を鼻から嘘だと断定して取り付く島もなかったが、俺の頑なな態度に本部長は和田課長を会議室へ呼びつけた。会議室へ入ってきた和田課長は明らかに挙動不審だった。和田君、山村君は君の指示で昨日の商談を欠席したと言っている。君の話も聞きたい。どういうことなんだ？そんなことあるわけないじゃないですか。そうか、やはりそんなバカなことを言うはずがない。そ、
そうですよ。私は山村が無断で会社を欠勤したため、仕方なく資料を探し出して商談の場に行ったんです。そうか。ということだが、山村くん、何か弁解はあるのか？損害賠償ものの失態だぞ。俺は大きなため息をついて胸ポケットから携帯を取り出した。これを聞いていただけたら真実がわかりますよ。なんだねそれは。携帯のボイスレコーダーアプリで録音しておいたんです。録音？ええ、一昨日の夜の俺と和田課長の会話です。お聞きください。待て、やめろ。俺は慌てて携帯を取り上げようとする和田をかわし、最大音量のボイスレコーダーを再生した。俺がきっちり対応してやるさ。ついでに、お前もう明日から会社来なくていいから。溜まった有給消化でもしてろよ。いいか、絶対に会社に来るんじゃねえぞ。一連の会話を再生し終えると、和田課長は顔面蒼白になり、本部長の顔色をチラチラと確認しながら大量の汗をかいている。本部長はみるみるうちに顔色を赤くして和田課長を睨みつけた。これはどういうことだ和田。違うんです、冗談だったんです。冗談だとしても最悪だし、冗談には聞こえんぞ。君には失望したよ。君の行いによって会社は窮地だ。リストラ名簿のトップに君の名が乗ることになるからな。覚悟しておきなさい。そんな、あんまりです。うるさい。和田は床にへたり込み、でかい図体で本部長の足にすがりつき始めたが、本部長はその手を払いのけた。そして俺に向かって深々と頭を下げていった。君がこのような仕打ちを受けているなんて知らずに申し訳なかった。私は管理職として失格だ。いえ、そんなことは。この愚か者は私の方で叱るべき処分を下すつもりだ。君の主張を信じずに申し訳なかった。図々しいお願いだが、今回の商談、君の力で何とか再度仕切り直しはできないか。すみません、もうこの会社で働くモチベーションはないんです。和田課長のことは部署中のみんなが知っていて知らん顔。俺の業務にも多大な支障が出るほどひどいものだったのに。部長からの謝罪は受け取りますが、もうそれだけです。そうか、わかった。本当に申し訳なかった。ええ、では、俺はこれで失礼します。今までありがとうございました。俺は本部長に頭を下げて会社を後にした。その後、俺は転職活動に励むことになった。幸いにも俺の経歴と能力は引く手あまたで、すぐに同業種の大手の企業に内定が決まった。元いた職場は、あれから経営難が解消されず、大幅に社員をリストラを決行することになったと。リストラといっても、優秀な社員は子会社や関連会社への引き抜きや移籍がほとんどで、残された社員はなんと俺が転職した会社に吸収合併されることになった。俺が新しく元の会社から配属された社員との挨拶へ行くと、そこにはなんと和田の姿があった。なんでお前が。和田さん、お久しぶりです。今日からあなたは私の部下です。よろしくお願いしますね。お前が俺の上司だと？ええ、この度部長に任命されたんです。そんな。新米の管理職なんで、部下を育てた経験がなく、あなたが私にしてくださったこと、そのままお返ししますね。俺はそう言ってにやりと笑った。すると、血の気の引いた顔をした和田は翌日から会社に来なくなってしまった。その次の日も、その次の日も無断欠勤が続き、和田が解雇されることになった。それからの和田の行方はわからなくなった。前の会社の同僚から話を聞いたところ、だいぶ離れた町で警備の仕事をしているそうだ。和田は学歴至上主義で、自分より学歴が低い俺が活躍し、美味しい仕事をすることが気に食わないと周囲に漏らしていたらしい。そんな学歴コンプレックスが原因だったのかと呆れてしまった。俺はもう何も気にすることはない。今ではのびのびと仕事をして、今では得意なフランス語を使って、日本とフランスの物流に携わり、両国の架け橋となれるように頑張っている。